閉まったよね。それ亡くなったばっかりなんだよ。あら残念だ。これは何ですか？何ですかね。黒い紙袋です。窓だと思ってた。開いてた。開いてます。びっくりした。知ってた、最初から知ってた。うん。これも？もちろん。私窓だと思ってた。行ける。開放的だね。そうだね。これこそハワイのプロリ。うん。プロリって風がこうやって来るイメージだった。そう、風を感じる。私これ見た時、普通のバスかなと思ってたから。うん。実は風を感じられる。Thank you.
めっちゃ甘い匂いする。下げな、うん、もう鼻わかんないわかんない狩りなんだよ。あら残念でした。ああ。通路が広くていいね。新宿の伊勢丹とはね違う。買わないって言ってソファ買った。めっちゃ可愛いじゃんこれ。48度。こっちの方が買えばいい。まあね、使わないよね。全然買いませんでした。えらい。これは何ですか？何ですかね。黒い紙袋です。スイッチ入んないなとかって言ってた割にはこれがね急に入スイッチ入っちゃう。前々から欲しいなと思ってたんだけど、ハワイがなんとサンローラン 20%引きキャンペーンをしてるっていう話になりまして、本当ですかみたいな感じで 20% キャンペーンもしてるから日本で買うよりも4万円安いですよって言われて、日本の公式ホームページのオフィシャルのサイトを見せてもらい、